皆さん、こんにちは。今日は女性が求める男らしさのすべてを徹底解説しますと題して、女性受けする男らしさについて詳しくお話ししていきます。結論から言うと、女性にモテたい、幸せな恋愛がしたいと思うなら、男らしさは必須条件です。でも、ほとんどすべての男性が女性が求めている男らしさを知らないまま、男性の感覚で男らしさをアピールしているんですよね。残念ながら、この方法ではモテることも幸せな恋愛をつかむこともできません。女性を落としたいなら、相手が求めていることをピンポイントで売り込んでいく必要があります。つまり、女性が求めている男らしさを正確に把握して、それを即行動に移していくだけで、支持率は爆発的に上がるということ。今日の動画を見るだけで、女性目線で男らしいと思うポイントが全て理解できますし、今後間違った努力で遠回りすることもなくなり、効率的に相手の女性を落とすことができるようになりますよ。ぜひ最後までご覧くださいね。それでは、今日も私と一緒に勉強していきましょう。そもそも男性の思う男らしさと女性の思う男らしさには大きな開きがあります。男性は、例えばゴリゴリのマッチョとか、とんでもなく強靭な精神力を持っているみたいな、いわゆる熱い男を男らしいと感じる傾向にあります。男性ホルモンがみなぎっているようなタイプを、かっこいい、男の中の男だって思う人が多いんじゃないでしょうか。でも、実は女性はこういうタイプの男性には全く惹かれないんです。もちろん例外はありますが、これはあくまでも少数派。ほとんどの女性が熱い男を全く求めていません。それどころか、真っ先に恋愛対象から外しているんですよね。この男女の差を埋めていただくのが、今回の動画の一番の目的です。それでは、ここからは、女性はどんな男性を男らしいと感じるのかを女性目線でご紹介していきますね。まずはこのポイントをしっかり押さえていきましょう。 1. 決断力がある。これって何も、勢いで車を買っちゃうとか、ノリで仕事を辞めちゃうみたいな大きな決断を指しているわけじゃありません。女性が求めている決断力って、ごくごく日常的な場で感じることなんです。例えば、どこに行くと聞いても、どこがいいかなと逆質問してきたり、一緒に食事に行っても、いつまでも食べたいものが決まらず注文できなかったりというような、優柔不断な男性。こういう男性は女性から見て、男らしくないと判断されます。逆に言えば、そういえばテレビで〇〇っていうところ見て、前から行きたかったんだよねと建設的な意見がすぐに出せる。食事の時にも自分の食べたいものをサクッと決められる。この程度のことでも決断力がある人だなって思わせることができるということです。どうですか？すっごく簡単じゃないですか？こういう日常生活で垣間見えるちょっとした決断力から、女性は自動的にこんな風にサクッと決められるってことは、きっと重要なことでも決断力を発揮してくれるはずと、いい方向に想像を膨らませます。前のめりでアピールする必要はなく、自分のことをどんどん決めていくだけで OK なんですよ。2. 仕事に打ち込んでいる。大昔は狩りの能力が男らしさ、頼もしさの象徴でした。女性は大きな獲物を短時間で確実に仕留める男性を、能力が高いと判断して、この人の遺伝子を残したいと本能的に感じていたんですね。現代でも女性のこういった本能はしっかり残っています。より能力の高い男性を自然と好きになるようにプログラムされているんですが、狩りをする必要がなくなった現代では、仕事の能力が男らしさ、頼もしさの象徴に置き換わりました。お金持ちの男性がモテるのって、女性側の一緒にいれば美味しい思いができるという下心だけではなく、仕事を成功させる能力の高さ、そして成功を手にした男性が放つ自信満々なオーラに惹かれてしまうという本能によるところもとっても大きいんです。気になる女性がいる人も、今はまだそういう女性に巡り合っていない人も、仕事を頑張るというのは、実は幸せな恋愛をつかみ取る上で最も効率的な方法だということを覚えておいてくださいね。相手に一生懸命アピールするよりも、仕事にやりがいを感じて打ち込んでいる姿、そこで結果を出している姿の方が、何倍も相手を引きつける魅力になるんですよ。3. 依存してこない。
女性は自分のことを一途に追いかけてくれる男性に少なからず好意的な感情を抱きます。自分が相手にとっての特別なんだと思えれば自尊心をくすぐられて、そこから恋愛感情に発展することもたくさんあります。でももしもこの一途という部分を履き違えて自分にのめり込んでくるような男性だと、重すぎて無理と逃げ出してしまうんですよね。俺のことどう思う?とか本当に好き?なんて何度も確認してくる彼氏とは誰も付き合いたいとは思いません。女性ってよく一途な人が好きって口では言うんですよね。でもこの言葉を鵜呑みにすると必ず痛い目に遭ってしまうんですよね。女性は自分のことしか見えていない男性や恋愛のことで頭がいっぱいになってる男性には男らしさを感じません。先ほどの仕事に打ち込んでいるの項目でもお伝えしたように、仕事にやりがいを見出している男性、自分の時間を大切にしている男性に男らしさを感じます。つまり相手の女性を最優先にする必要はないということなんですよ。4、筋肉がある。これは一番わかりやすい項目ですよね。ただ女性はボディービルダーみたいな鍛え抜かれた筋肉までは求めていません。筋肉がある方がいいって聞くと相当極めていかないとダメだろうなって思う人が多いんですが、実は全然そんなことないんですよ。ただあまりにも華奢な男性からはどうしても男らしさや頼りがいを感じにくいもの、あとは女心として自分よりも体重の軽い人とか自分よりも足の細い人とは一緒に並びたくないなって恥ずかしさから思ってしまうんですよね。あとは下腹が出ていたりボタンがはち切れそうな男性には自己管理ができなさそうとだらしなさを感じて、これも男らしさからはかけ離れてしまいます。バキバキの筋肉体質を目指す必要はなく、まずは標準体型を目指すだけでも大丈夫。そこから二の腕や胸板など女性が好きなポイントをちょっと鍛えるだけでも十分男らしさはアピールできますよ。5、姿勢と表情から自信が見える。実はこれが一番重要なポイントです。姿勢と表情って筋トレみたいに時間も労力もかからないのに、第一印象で女性のハートをがっちり掴むことができる最強モテアクションなんですよ。猫背で暗い顔をしている人って男らしさはもちろん、友達として付き合うとしてもあんまり魅力的には見えませんよね。逆に背筋がピンと伸びていて明るい表情の人は全身から自信や覇気を感じるので、そこにいるだけで男らしさを感じます。たとえ飛び抜けてガタイがいいわけじゃなくても、男としての強いオーラを醸し出すことができるんですよね。男らしさをアピールする一番手っ取り早くて効果のある方法がこの姿勢と表情に覇気があるという項目なんですよ。いかがでしょうか。女性の求める男らしさが少しずつ見えてきたんじゃないでしょうか。ここまでご紹介してきた内容を一言でまとめると、ズバリ、めめしくない。たったこれだけなんです。男らしくしようと頑張るよりも、めめしくならないようにしようと NG 事項を避けるよう意識することで、女性が求める男性像に一気に近づくことができるんですよ。女性に好きな男性のタイプを聞いた時、男らしい人が好きって答えることって多いと思います。でも男性が思う男らしさって、実は女性受けがものすごく悪いということをほとんどの男性が知りません。そして良かれと思って強そうな自分、かっこいい自分を一生懸命アピールして、知らない間に恋愛対象から外されてしまうんですよね。今日の動画で女性が求める男らしさを勉強した皆さんなら、もうこんな失敗はしなくて済みますよね。今日ご紹介した内容をどんどん日常生活に取り入れて、周りの男性との差をつけちゃいましょう。今日の動画は以上になります。いつもたくさんのコメント本当にありがとうございます。動画の率直なご感想やこんなことが知りたいというリクエストなど、今後もどんどんコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。また今回の動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。